た心が開いた。イエローよりもドエローって感じの体やな。お前らの好きにはさせない。ちょっと幼馴染だからって知ったような口聞かないで。毎日エロいこと考えなあかんやろ。そんなに落ち込まないでください。この子がイエロー。大丈夫だ星野、少し下がってろ。まずこいつを食らえ。なんなのよそれ。ぶちかました。ド級変態エグゼロス。